今日さリンゴヘアしたんだけどさ、まだ正解分かってないんだけど、リーナ、これは前々回はい、あの配信で紹介したいただき物です。何これ、なんて書いてある、ミルクフェアミルクフィード、ミルクフィードって書いてあるのかな、これちょっと確かそんな気がする、ちょっとよく見えないけど、ミルクフィードだよね多分、これミルクフェット、ミルクフィード、ちょっと分かんないんですけど、後ろもね可愛いんだよね、あー見えない見えないか、後ろにもね、あのこのロゴなの、これなんか同じのがさあってさ、ブクブクしてて可愛いんだよね。ひなが普段着ないビビットカラーで可愛い。オンリーワン、こんばんは。そうピンク音符ありがとう、 2.5 ハートありがとう、コンペイトありがとう。そうめっちゃピンクだなめっちゃピンク、ピンクだね、ビビットカラーなんだね、ピンクのね。これ合ってる、リンゴヘア合ってますか。ちょっとさ、もうちょっと高くしていい、このリーナが使ってるリングライト操作が難しいんだよね。充電器が届かない、そうだった、コンペットありがとう、ハートありがとう、コンペットありがとう、風呂入ってきます、いってらっしゃい。今リーナがやる前に入ってたよ、リーナはさっき入りましたよ、もう出たてです、出たてちょっと髪の毛濡れてるんだよね、ちょっとだけ隠れた、え本当になんかリンゴみたいな色してる、リンゴリーナですね。やっぱりさ、触覚切ってよかった気がする、ここ切ってよかった気がするんだけど、前までなんかここでさポンってなったから、なんかね存在感がすごかったんですけど、今なんかねいい感じに、いい感じに何顔のラインにフィットしてるっていうの、これがちょうどいい、いい感じなんですよ、めっちゃ気に入ってます。フードってもっとなんかさ、こうなるもんじゃないの、なんかぴったりくっついてんだけどなんかもっとさ、なんて言うんだろう、なんかなんかこんな感じになるんじゃないの。でもこれめっちゃあったかい、結婚式ケーキ逮捕です。リンゴヘアのチェキめちゃくちゃ可愛すぎて最高でした、よかった。え、そうチェキさ、なんかこれ当ててほしいってやつが当たんなくて全然ちょっとみんなもっと頑張ってよ、チェキ当ててミルクフェドなんだ、ミルクフェド、でも多分有名なやつだよね、なんか見たことある、リーナちょっと読み方分かんなかったけど、ミルクフェドさんのやつです、めちゃくちゃ可愛い、
ピンク可愛いね。可愛いよね。ピンクリーナ一番好きなんですよね。昨日 SK の CD の渡し会参加した。リーナいないよ昨日。リーナいないのに行ったんですか。娘とマックのポテトとローソンの唐揚げくんで部活なう。あ、デブ活部活デブ活なう。あ、デブ活してんの今。いいな。確かにめっちゃデブ活だね。マックのポテトにローソンの唐揚げいいな。なんかそう、今日ずっとじゃがいも食べたい気分でリーナ。ずっとね、じゃがいも、だからじゃがいもの料理っていうんだな。じゃがいものお菓子、ポテトチップスとかじゃがビーとかじゃがりことか、うん、なんか本当にそういうじゃがいもの気分だったの。いいな、ポテトいいな。そう、配信の前にも作ろうと思ったんだけど時間がなくて作れなかった。ローソンの唐揚げくん、悪いな、食べたことないわ。美味しいよね絶対。コンビニの唐揚げとかさ、揚げ物めっちゃ美味しくない？めっちゃ好き。かわいい、ありがとう。まあ、たまにはねデブ活もいいと思います。初さんありがとうね。ありがとうね。どうだった、どうでしたか。なんかあずさくの見たけど。結婚式かけて10、どうしようかな。うーん、じゃあ結構真剣なやつで、悔し涙阻止で、ちょっとね今ティーンズユニットに参加してるので悔し涙したくないので阻止です。真剣でしょう、ちょっと本気なので。あー、やったわ、杉本リーナやりましたちょっとさ、このさ紙があるんだけどさ見て、あー、やってしまった。これもね、みんな応募できるので来てくださいね。3月、あ、一応紹介しとこう。3月16スカイエキスポはキワキワプリチー私服、フレンチガーリー、ガーリーな私服です。で3月17はナースです。初めてピンク色にしようかなって思ってる。今悩んでるの、ナース。何個か候補あって悩んでます。3月23幕張メッセは大人っぽ私服です。普段あんま着ないのでね、大人っぽいのレアです。3月24はメイド服に、新しい方、レイナがすごい気に入ってる方のメイド服です。すごい可愛いメイド服です。ぜひ会いに来てください。絶対に楽しいし後悔させませんのでよろしくお願いします。そして過去、赤ってさ案外見にくくない？あ、てかリーナと同化しちゃうか赤そういえばちょっと使うのやめときますね。でも青にすると騒がしすぎる。まあいいや、青にしよう。騒がしいぐらいがちょうどいい。書いてます。あ、やっちゃった。変な書き
書き方をしてミスりました。ちょっと待って、今炎書いてんだけどさ、全然うまく書けないんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、おお、まあ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 、いい感じにできた。オッケー、ティーンズユニット本気で頑張ります。応援よろしくお願いします。お願いします。中学校最後のイベントで、まあ、中学校の3年間で私いろんなね挑戦たくさんしてきたんですけど、まだ夢を叶えることができてないので、本当に JC ラストチャンスだと思ってるので、ぜひ私に協力して一緒に夢を叶えて新しい景色を見たいなと思ってます。少しでも気になってくださった方や、まあ、将来絶対成長するなって思ってくださった方は私に投票して応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。スクショ撮ってじゃあ、うん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 、オッケー。天使のさ、これが映んなかったくない？さっき我ながらにいい、いい画角でした。え、本当はねここにひっつけられたらよかったんだけどね、ないね。マグネットあるの後ろに、でもさマグネットで貼り付けるのがないからさ貼り付けられない、まあ、しょうがないですね。よろしくお願いします。うまくない？炎こっちかこれ何回も書き直した炎、うまくない？どうですか？結構私はうまいと思ってます。この炎に私の気合が乗ってます。あれだよね、青い炎は二酸化炭素が多いのか、一酸化炭素が少ないのか。ラビットカラー、ビビットカラーですよ。ラビットはウサギです。なんかぴょんぴょんしてる本当のウサギだ。やべ、フード取った瞬間寒すぎる。ピンク色正義、そうなの？イエーイ、リーナ組ありがとう。オンリーワン、何を着ても可愛いから羨ましい。本当？ありがとう。画面がほぼピンク、ほぼピンク。ピンジーヌと投票した、え、嬉しい、ありがとうございます。私がなったら絶対に後悔させないので、よろしくお願いします。ありがとう、嬉しい。頑張れますね。春だからちょうどいい。もう春なのかな
なんかいつから春なのかよく分かってない。桜が咲いたら春？ハートありがとう。リンゴの品種、リーナリンゴの品種はですね、なんかいいのないかな。リンゴ、リンゴ、リンゴじゃないですか。リンゴです、私の品種リンゴ。リーナとリンゴって似てないですか？なんかリンゴリーナ、リンゴリーナ、なんか似てるじゃないですか、ね、リンゴです、リンゴ。肌がピンクで、服がピンクで肌が白で、あとは赤があれば、あ、サイリウムカラーになるね、確かに。まあこれもね、ちょっと濃くしたら赤なんで杉本里奈ってこの子に投票しようと思うけど、どう思います？あー、その子聞いたことあるわすっごくいいと思います。やっぱりその子は絶対にね、気合がね足りすぎてるので、すごくいいと思いますおすすめですよ。3月5日制服のメイクネリーナラブーチは持ってく。お LOOVVE ですねありがとう、楽しんでください。オンリーワンサインとチェキ届いた。お、あ、北海道もう届いたんだ、それはよかった。感想ぜひお聞かせください。ハートコンペットありがとう。ドライヤー何分？10分ぐらい。あ、でも今日あんま乾いてないから15分ぐらい、いつも。ハートありがとう、可愛い、ありがとう。美人度が増したね、本当？じゃあ押すなら今がチャンスですよ、チャンスだよ。水も滴るいい女、え、聞いたことある、ま、いいリンゴですよ、水も滴る水も滴るいいリンゴですよ。あの存在感も好きだった。本当？リーナ絶対こっちの方が好き。触覚視聴者プレゼント、プレゼントしなさい、なくなるリーナの髪がハートありがとう、可愛い、ありがとう。3月5日だった、おめでとう、楽しんでね、応援してね。リーナのサイリムカラーは赤ピンク白です。今日も可愛い、ありがとう。お疲れ、お疲れんたん。最近のプレゼントでしばらく着るものには困らなそう。まあそうだね、しばらくでもね、春が来るんだよねまた春が来ちゃうんですよ。冬服ね、ちょっと結構ね、皆さんのおかげで増えたんですけど、しかもリーナ今冬服買ってんの、特会とかで着るように。でもまたすぐ春になっちゃうという。裏のコメントめちゃくちゃぎっしりで、めちゃくちゃ愛を感じたでしょ。私言ったじゃん、裏までぎっしり書くよって。みんなちゃんと注目してみてくださいね。そこ次は買います。何を？ん？何の話だ？当てるのはあなた。え、待って、何の話？当てる？当てるって何？何の話してたリーナ。ハートありがとう。あー、あれね、抽選会ね。そう、抽選会ね、次は買ってくださいゲットするんですよ、チェキが余んないように。そうだね、当てるのは私なんですけど、まあ、みんなの運だからね、結局はね。ハートありがとう、着てる人が可愛いから、ありがとう。チェキ3枚も当ててくれてありがとう。ポスター、ポスターね、当てすぎた。え、なんかリーナ今回多かったのが、複数枚購入してくださった方に限ってかぶりが多かった。あれ本当になんかかぶり少なくする設定とかね、してほしいんですけど。ピンクズキンちゃんね、ピンクズキンでした。さっき唐揚げくん天気一気になる、唐
唐揚げくん天一気になるかな。なんか新しいの出たんですか。新しいのっていうかノーマルも食べたことないんですけど私。アバター変更、え、そのアバターの人めっちゃ多くない。犬の人とパンダも多いありがとう、ありがとう、いいと思いますマック、てりたま、てりたま、てりやき卵ってこと。え、ね、マックね、いつもねノーマルしか頼まないんだよね。あのポテト L とあのなんだっけチキンクリスプ。でもチキンクリスプ名前変わったよね。そういえばリナ好きあれめっちゃ。今こそポテトサラダトッピング、ポテトサラダね、ぜひぜひココイチでポテト単品で頼んでポテトサラダ頼んでください。コンペイトありがとう。ジャガビーとかジャガポックルみたいにいい感じにホロホロになるやつ、え、わかる、いいよね。なんかホロホロも好きだし、シャキ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 カリカリも好きです。どっちも好き。リーナファンの初心者なのですが、結構前からリーナ見たことあるけどね。オンリーナってどういう意味でしょうか。あれですね、あのオンリーナはあなたのような DD じゃなくオンリーワンでいなさいということです。オンリーワンが分かんないのなら英語を一から学び直しましょう。ハロー、ハローから ABCDEFGHIJK から始めましょうセブンの唐揚げ、え、わかる、めっちゃ美味しくない？セブンの唐揚げ棒あれめちゃくちゃ好きなんだけど、リーナ美味しすぎない？あれなんか感動した、本当にマジで感動レベル。あれね美味しすぎました、普通に昨日ルーさんのショールームでカレンタのこと聞いたらちょっと歌ってくれた。え、好きなの？嬉しい。でも同担、同担だ、同担だけど嬉しいですね。ちょっとね私こういうとこがねあれなんですよ、同担拒否なのリーナ、独占欲強くて。でも紹介したいし語りたいのなんかもうなんか中間の場所にいるんだよね私。ファミチキにタルタルソース入ったやつ売ってる。え、そうなんだ、知らなかった、あるんだ。アイフォローオリコン1位、えー、すごい、えー、あの歌めっちゃ好きリーナ、めっちゃいいですよね、歌詞がめちゃくちゃいい。待って今めっちゃパッて出てこないちょっと待って、歌詞、あれ最後のさ歌詞がめっちゃ好きなの。なんか愛は消えてもなんか太陽が、え、なんか太陽が照らすみたいな、なんだっけ最後の歌詞え、ここも好き。なんか僕の人生照らしてるのは君という名の太陽みたいな、なんかそういう歌詞も好きあ、愛は暗闇の中でも確かに生きているのにだ、めっちゃ好き、めっちゃいい曲じゃない、歌詞がなんか良すぎてめっちゃ好きですめっちゃ好き、そりゃなるわオリコン1位に。揚げ物の話でルンルンしてるリーちゃんが可愛い、え、揚げ物本当に語ると長くなる揚げ物ってさ最高じゃない、本当に揚げ物ってなんかなんであんな罪な揚げ物なんだろうって思う罪な揚げ物ですよ本当に。なんかなんであんなに揚げ物って美味しいんだろうね。みんな揚げ物なんかさ、たまにさ揚げ物好きじゃない人いるじゃん、え、本当にわかんない、なんで揚げ物ってあんなに素晴らしいね食べ物が生まれたのか、え、すごいね、あの感謝したい、生み出した人に、ぜひともお会いしたい
感じ、本当に素晴らしすぎる発明が。やっぱりね、揚げ物はいいですよみんな揚げ物何が一番好き？みんなは竜田揚げ、でもコロッケとかメンチカツとか唐揚げも好き。あと揚げ物何がある？カレーパン、カレーパンめっちゃ好き。あのセブンのお店で揚げたカレーパン大好きすぎる。コンペとボールありがとう。そう、破いちゃった、自己紹介カード。本気と書いてマジ、そうですよ、マジですから私僕の可愛いリーナこんばんは。リーナが出るかどうか知らんけど土曜日の制服の目見に行く。私制服の目今んとこね全部出てるので。出ますよ、リーナが出るか分からずに来るってことは絶対リーナのことあんま好きじゃないでしょ古きないですよね、リーナのペンライト。僕の可愛いリーナって言ってるくせに全然僕のじゃないですよ。そんなちゃんと分かって見に、私行ってますよそれ扱いが雑なのよ、そこは大型って感じする。扱いが雑なわけじゃないよ、これが破れやすいのが悪いリーナじゃない。え、みんな見てくれた MBTI ENFJ 主人公 MBTI 見てくれた？え、めっちゃリーナなんだけど、あれ誰かさ、ちょっとあの特徴コメント書いて。え、本当にリーナ好きだあれ私 MBTI 主人公なんですよ。え、マジでリーナすぎるあれ。なんか自己紹介されたみたいな、なんでリーナの心の奥知ってんのみたいな感じなんですよ本当にあれナースエイドって何？ナース服のことナースエイドって言うんですか？流行ってるんだ。しかも女子の時リンゴヘアじゃなくて残念。いいじゃん、立派なフードですよ。ダメなんですか？推しがだってこの前言ってたじゃん、リーナに会いに行くんだからどんな服着ててもいいよ。それと同じですよね。リーナが阻止してんだから、リーナがフードかぶってようがかぶってなかろうが別にどっちでもいいでしょ。矛盾してますよ、ちょっといいでしょ、どっちでも。幕張で会えるね、幕張会いに来てね、ミスターピンク、ピンクだよ。騒がしい？ちょっとうるさいよ。え？騒がしかった？ボールありがとう。流れ星ありがとう。お腹減ったの収まった？え、全然収まってないよまだ減ってるお腹、いつでも減ってる。何言わん、さやさんのサインにワンコロと仲良くなれて嬉しい。え？書いてあった本当？やったね。で、完全にリーナ教えてバレてんじゃんやった嬉しい。またねお話ししたいですね。ボールありがとう。ライちゃん5時ですね、リーちゃんですね。制服の目公演が当たりません。あ、当たんないの方なんだが、ちょっとイエーイって言おうとしたけど当たりませんの方だった。まあ何度も挑戦してれば当たります、絶対に。めげずにそこは頑張りましょう、愛の力で頑張りましょう。ティーンジーニとも私は何回目の挑戦ですが、めげずに頑張ってるので一緒に頑張りましょう。ハッピーキョッピー間違えてるよ、ここで言うの。ハッピーハッピーキョッピー、ハッピーハッピーハッピーキョッピー、間違えた、リーちゃんでした、すいません大丈夫、あの5時ね、わかります、ライちゃんね絶対違うんで、ライちゃんじゃないんでね、わかりますよさすがに大丈夫大丈夫です。コンペとハートありがとう。ピンクのフードをかぶって下を向くと明太子に見える、やめて、私は明太子じゃないです。初回版は週末には届くので投票する、嬉しい、ありがとう。まだ届いてないんだ、初回版そういうのあるんですよ、なんかわかんない、通常版とかなんかたくさんあるよね絶対成長するよ、そうだよ、だから今が押し時ですよ、今が投票するべき時ですよ私は。だってもうもしさ
ティーンズユニットになったらさ、絶対活動する時期は私が JK の時ですよ。花の JK の時に活動するのめっちゃ良くないですか。伸びしろ無限大のリン。そうですよ、私はどこまでも伸びていきますよ。久しぶりにホワイトボード、いつもねリナの左下にホワイトボードあるんだけど使ってなかった。コンペとありがとう。アニメでありそうな炎、まあちょっと半霊半年というね推しがいるんでね、炎はかけます。私コンペとありがとう。人数決まってるの、人数7人です。7人までです、入れるのが。青い炎ダビ、そうだね、青いのダビ。今日も授業中ドキドキして、本当にドキドキしてるよ。昨日もさ、ドキドキしすぎてさ2時とかまでずっと起きてたりな。あ、そうそう、青い炎は不完全燃焼、それそれ、危険ですよ。ボールありがとう。僕もリータに燃えてます。燃えてね。まあまあ、オンリーワン、おちょんぼだよねこれ多分。おちょんぼなんか星になってるけど、かわいい、ありがとう。よかった、分かってくれた。なんかさ、前回やった時なんかちょんまげみたいな。絶対違うから。桜まだ梅は満開、だよね、梅咲いてるよね。いや、ちっちゃい頃桜と梅の区別つかなくてさ、もう桜咲いてるねとか言ってた。来週初めて制服の目いきますが、見どころありますか。見どころはとにかくリーナが跳ねまくるとこです。最初の4曲めちゃくちゃジャンプしてるので、ぜひ注目してください。まあ、あとフレッシュなとこですね。やっぱり若手メンバーも多いし、まあ、すごいね、新人が多いので、新人って言い方ちょっとあれなんですけど、まあ、新しい子がね多いので、初々しさもあって、なんて言うんですか、研究生公演でしか味わえないような感覚を味わえると思います。これめちゃくちゃいい見どころだと思います。見どころっていうのかな、魅力ですね、魅力。草っぽい香りがし始めたら春、わかんないわ。でも最近リナさ、冬の匂いわかるんだけど、なんか夜とかもさ、あ、冬だなって思ってよく匂い嗅いでんだけど、最近ね冬の匂いがちょっと薄れてきたんですよ。あ、これもう春なのかな、もうすぐ、もうすぐ春ってことですね。そういうことだ。なんかさ、制服の面にそういう歌詞なかったっけ。ないか。花粉症になってるので春感じる。春になると花粉症になるの？ん？でもさ、冬でも飛んでない花粉って。リナ結構年中花粉症。東海でリンゴヘアみたい。あり。いつしよっかな。確かにありだね。キュアキュア私服の時とかにありじゃない？3月16日とかおちょんぼヘア。でもツインテールの方が可愛い子。どうしよう。でもさ、ナースとかさ、メイドの時はさ、かぶり物があるからさ、カチューシャとかだからさ、ヘアしてもあれじゃん。で、大人っぽい時にやるのも違うじゃん。まあ5、6月にたくさんあるのでその時にしましょうかな。こっちはまだまだ雪がいっぱい積もってますが。そうなんだ、まだ雪積もってんだ、すごいね。リンゴ了解、了解。リンゴです、リンゴ発売はしません。しません。今帰宅しました、大好きな杉本ちゃん、毎度毎度。お疲れ様です。お疲れ。 LOV4 にならなかった。あ、ちゃんと E になってた、よかった。
18日の愛を君に愛を僕にでしっかり見てました。誰よりも素敵なパフォーマンスでした。また見たい。本当嬉しいやった。なんかさ、お見送りに時間的に参加できなくて、リーナだからあんまりみんなからの感想が聞けなかったんですけど、嬉しい。誰よりも素敵だって、絶対そんなことはないけど嬉しい。頑張ってよかったって思います。ありがとうございます。また私もね出たいと思ってるので、その時は見に来てください。まあそうですね、その時の感想はやっぱりトーク会とか握手会とかで見に来てくれると嬉しいかな。たくさん聞かせてください。待ってますSK48 ニューシングルがオリコンデイリーランキング1位、おめでとうございますね。おめでとう、本当に、まあ、いい曲なんでね、嬉しいです。毛量多い、そう毛量多いの、リーナ多いんですよね、本当に。なんか一見少なく見えんの、まあ、髪結んでる時とかだけど、触ってみるとめっちゃ多いの。そろそろね美容院行きたいと思ってんだけど、やっぱり私は高校生になるじゃないですか、春から。だから高校生になる直前に髪を切りたいなと思って、いい状態で入学式を迎えたくて、だからまだ切りません。私、僕はちゃんと赤白ピンクと紫3本、ちゃんと紫3本も振ってるんですかちゃんとどっちも振ってるんですかね。抽選会買うの忘れた。忘れたの？よくないな。私は何回も何回も私は宣伝してましたよ。さあ、ありがとうね。裏のコメントはニヤニヤしながらニヤニヤしてたのまあ、良かったってことですよね。ありがとうございます春風サインの生誕祭いじりに笑ってました。生誕祭見たもん、リーナなんかこんな感じのやつね、こんな感じの見たんでやってるなって思って、まあそれは良かったです。じゃあまたサイン会、サイン会じゃない、トーク会とかで伝えに来てねって言っといてください遠回しにね、たくさん会いに来いと言っといてください。余ったチェキどうなったの？余ったチェキは私が所持してます。リーナが所持してる。でも本当に使わないんですよ本当に使わないんですよねちょっと結構これ困ってますね。しけんさんこんばんは、コンペントありがとう。でも本当になんか握手会とかでお渡し会したいぐらいチェキの本当にあのやり場がなくてチェキのって感じですね。ポスター3連じゃん、さすがに言われた。リーナもさすがにね、初めてすぎてびっくりしたよまあ逆にいいんじゃないですか、強運すぎる。唐揚げくんと天一のコラボ、えそうなの？天一って何？ラーメン屋さんですか？あ、天下一品、天下一品を省略して天一ですか？そうな気がしてきた。絶対そうだよね。え、コラボってんだコラボってるんだ。それリーナも気になる。そうなんだ、ちょっと気になってます今。なんかさ、ローソンってさ、なんか 48% 増量キャンペーンみたいなやつだよね。それもちょっと気になってた。もう終わっちゃったかな。ポテト L なの？もちろん。じゃがいもはたくさん摂取しないと私保てないので、崩れるんで私が。チキンクリスプは名前もソースも、ソース変わったの？そうなの？知らないんだけど。名前どうだって、ソースどうだった？ソースってさ、中に入ってるからしみたいなやつ。再会のコメントでも後ろ見せないって否定されてたわ。だった、まあもちろんね、後ろは見せません。私後ろ姿ダメなんですよダメなんですよね。髪下ろしてる時はいいよ、もう何もしてない時。ツインテールとかはめっちゃやだあ、ポニーテールもまだ許すけど、ツインテールだけは本当に無理本当に見せれない、後ろ自分でやってるからさ、斜めになってるのか分かんないのよ。だから本当に見せたくないんですよ。写真会でオンリーワンチャレンジしましょう。どういうこと？こう？リーナは5にするよ。
5人ねいるもんね推しが。ここにも唐揚げ棒ファンがいた。え、本当に大好きなの。あれ本当に罪だよね罪だよね本当に。大ニーナになったよ。嘘つくな。そういう嘘が世界を汚すんですよ。彼女はとても美しくて可愛い。本当ビューティフォーってことですか。ビューティフォー、いやビューティフォー、ああウォー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 、ラララリオでもない自分って価値なんかない、人間に思える、無色透明な人生って。めっちゃ低く歌ってるよねニーナ、きつって思ってたやった、ビューティフルってことですね。ありがとうございます。遊びに来たよ、ありがとう。ぜひ東海とかにも遊びに来てください。あーかわいい、ありがとう。常識ある人なら同担拒否とかはしません。別に 常識あるしリーナ、別にあるし、違うんだよ、同担拒否したくなるくらい大好きなんです私カレンタのこと。本当にもう独り占めしたいって思っちゃうぐらい大好きなんですよ。愛が大きいってことです。みんな仲間、え、それは仲間だよ、別に敵だとは思ってないよ、敵だとは思ってないけど、私が一番カレンタのこと好きだからって思ってます。表題曲と研究生楽曲は絶対好きだろうから、それ以外の CM 曲で一番好きなのどれだった。え、全部好きだよリーナ、今回結構ねめっちゃ好きです全部。オンリーナとオンリーマン一緒ですか。一緒です、別に変わんないです、言い方が違うだけ。春は揚げ物、そうなの、春は揚げ物の季節え、春は揚げ物の季節、夏は、夏は夏はウォーターメロンの季節、秋はリーナの季節誕生日だから、冬はクリスマスの季節ですね。夢の話と家族の話が大好きすぎて、そのメール来るとめっちゃ笑顔になる。本当、本当に笑顔になってますまあ夢、そう今日ね夢でさ、え、どうなんだったっけな、リーナ寝てて、で夢の中でメンバーと一緒に寝てて、リーナちょっとどのメンバーだったか覚えてないけど、メンバーと一緒に寝てて夢の中で寝てて、で現実の世界でね普通にアラームが鳴って、でリーナちょっと特殊なアラーム使ってるんですよ。でもリーナ夢の中でアラーム鳴ってると思ってて、あ、この先輩も、先輩じゃないけど、このメンバーも同じアラーム使ってんだって嬉しくなってたら、現実でアラーム鳴ってただけっていうね。え、本当になんか区別がつかないんですよリーナ、夢と現実の。カロリー高いものはみんな美味しい説、え、それ本当に思う。他何かある、カロリー高いもので、逆に低いものなんだろう。仕事行ってきます、頑張れ。めっちゃ可愛い、ありがとう、ありがとう。でも弁当の具材かな、欲しいなってるが抹茶色だとちょっと引くえ、さすがにそれはない。リーナさ、弁当さ作るときさ、結構彩り大切にしてるよ。ちょっとブロッコリー入れたり、卵でちょっと黄色ね足したり、ミニトマト入れたり、結構私色味はね頑張ってるんですよ。天ぷら好き、ポテトフライ大好き、アジフライ、魚はねちょっと苦手なんですよ私。まあまあフライはいいですよね。唐揚げ一択だよ、唐揚げ一択。揚げ物のプロセスは紀元前5000年期
に起こったと言われてる。え、結構前じゃん。ありがとう直接伝えに行きたいけど無理ですね。ありがとうございます。ハートありがとう。セブンのカレーパン美味しすぎてついつい買ってしまう。本当にめっちゃわかる。セブンのカレーパンって本当に美味しすぎて、本当になんかお店であげた人技術高すぎるだろうって思うぐらい本当に美味しいんですよ本当に食べてほしい。あれめちゃくちゃ好き。なんかパン屋さんで売ってんのかってぐらい本当に美味しいです。カニクリームコロッケ、え、わかる。カニクリームコロッケ美味しいよね。え、コーンクリームコロッケも好き。リーナボールありがとう。そろそろスクショタイム取るので、なんか犬でもウサギでもなんかリンゴでも何でもいいのでスクショリクエストください。ハムカツとかエビカツ好き。ちょっとエビはあんまりですけどハムカツはね好きですね。ちょっとねハムカツにあんまいい記憶がなくて、リーナ、なんか小学校の頃の給食にチーズハムカツが出たんですよ。でリーナは中にチーズが入ってるの知らなくて、溶けてないチーズが苦手なんですけど、中にチーズが入ってるのを知らなくて、あ、ハムカツだって思って食べたらチーズ入ってて、ちょっと苦い思い出ですね。ベルトありがとう。髪のせいにするな。まあまあそういう時もありますよ。髪もねやっぱり生きてるんで。主人公ってことはタケミチ、いや違うんだよ。あのね MBTI 主人公は鬼滅の炭治郎と同じ性格らしいです。リナ炭治郎です占いとかすぐ信じるでしょ。え、でも MBTI ってさ占いとかそういうのじゃないよ。まあ占いもめちゃくちゃ信じるけど、違う、 MBTI はね、あのアメリカとかで本当に学校で使われてるぐらい、なんか本当にすごい世界的にもすごいことですよ。すごいものですよ。なんか MBTIアメリカとかではなんか自己紹介とかの時に MBTI なんか自己紹プロフィール表みたいな書くじゃん学校とかで。それに MBTI 書くとこがあって、なんか友達探すみたいな、なんかあるらしいよそういうの。友達探すっていうか、まあさ、ちょっとそういうの見てさ、あ、この MBTI 相性いいからこの人友達になると楽しいだろうなみたいな、あるらしいですよそういうの。本当にそれぐらいMBTI って信じるとかそういうのじゃなくて本当に医学的、心理学的、医学的、なんか証明されてるやつなんです、ちゃんとちゃんとね。いいですよ、みんなもやってみてくださいぜひ。あれ本当になんか自分の性格なんで MBTI って。サインの裏面のコメントの始まりが杉本ちゃんだよが大爆笑スペシャルだったよだって杉本ちゃんってあんま言われないもん、珍しいもんでね。そもそも素子じゃなくて OK してほしい。それは無理です、それ素子です。可愛い髪型で釣ろうとしても無駄。可愛い釣られてんじゃないですか。リーナの握手まだ残ってるかな、多分会いに来てね。ごめんなさい、私は日本人でないので分かりません。何人だ。ハロー I'm fine and you 給食おかわりする。え、リーナね、給食ね、給食って全然時間ないじゃん。リーナ食べるの遅いからね、いつもおかわりできないの。まだ食べてる、最後まで食べてるリーナハートありがとう。でも食べるの遅くておかわりできないからいつもお腹減ってる。え、アンズバナナ猫、え、アンズ話してた、その話。アンズバナナ猫に、あの猫ミームに、あのバナナの猫がいるんですけど、なんか泣いてる猫めっちゃ顔に出て、アンズがアンズが猫ビームのバナナ猫にめちゃくちゃ顔が似てて、アンズにその話をしたんですよね私。でなんか、え、このバナナ猫めっちゃアンズに顔が似てないって本当に猫ビームでそのバナナ猫を見た瞬間にアンズだと思ってるな、本当に、え、これアンズやんって思ったぐらい本当に似ててぜひ見てみてください。なんかアンズがね、なんかたまになんかこういう顔するんですよ。なんていうの、なんかこういう顔ちょっと私には表現できないんですけど、なんていうの、なんかあんずが泣きそうな顔にめちゃくちゃ似てて可愛いんですよバナナ猫話してたよね絶対ごめんなさい、私は日本人です、わかりますよ大体ね
日本なのでここでね頑張ってありがとう。今制服止め公演が一番倍率高い。そうなの、まあ新しいからね、狙い目ですよ。主人公型だから実は11期でもリーダーだった。あ、影のリーダーめちゃくちゃ押してますやんか。本当にそうだよ、押してますよ。私投票できる件は初回版にしか入ってない。え、そうなの、そうなんだ。初回版はえ、もう買えないってこと。今回の投票は1750円の CD 買うしかない。そうなんだ。え、 CD って1750円なの。5000円とかだと思ってたリーナ。そうなんだ、知らなかったみんな5000円買ってくれてるって思ってた。でもありがたいですね。ティーンズユニットの投票権は初回版え、らしいね。らしいですよ。お前元気か。お前やめてください。元気ですよ。え、なんかお前リーナ、お前って呼び方されるの世界で一番無理。好きじゃないです私。なんかさ、たまにさ女の子でさ彼氏にお前って言われてドキってする子がいるらしいの。えっ？って思う。私真逆です。お前って言われるの本当に嫌すぎて、なんか例えばリーナに彼氏がいたとしたら、彼氏っていうか、まあ、誰でもお前って言われたら猫ミームの猫ミームで言うおってなります。おってなります本当にお前はね良くないですよ。マジで1ヶ月も経るのね。本当にそう、書きれないもリーナ推しの人だと思われてる。まだ書きれない言ってるんですか。浮気ですね、浮気。ボールありがとう。今日は珍しくリーナのことを思い浮かべながら生活。本当？すごいじゃん、大好きじゃんありがとう、可愛い。ありがとう、花が好き。ありがとう。一番の見どころは仲間の歌のリードじゃないの。それは秘密ですこの前初披露された研究生楽曲のビューティフルがお気に入り。お、いいじゃないですか。いい曲じゃない、あれ。まだ誰もでも何もんでもない自分って価値なんかない人間に思える、無色透明な人生って誰のものでもなく時間だけが存在する。これから何すればいいのか、もう自分を責めることはない。私、なんだっけ、いつか分かってもらえるんだみたいな感じだったよねいい曲、本当に。振り付けも好き。コンペイトありがとう。ケンタ食堂、え、知らないです。お見知りおきないです。春になったら桜の季節、そうですよ、桜。え、みんな花見しますか。お花見みんなね、しないです前までしてた、前までしてたんですけど、まあ、最近は通りすがりに見るって感じです。あ、してるか。じゃあしてます、お花見してます、見てます。桜ピクニックはしなくなりました、最近はね。梅が咲き始めたからもう春。あ、そうなの。梅だったらもう春なんだ。おめでとう春、イエイ春の、あと春じゃない、仲間の歌の杉本ちゃんがリードするとこが大好き。ありがとう。結構みんなね、そこ好きって言ってくるの、ありがとうございます。ハートありがとう。ミンゴヘアだったんだ今日は。そうだよ、今日はアップルです。アップル。キワキワ私服とナースでワンコブシされたい人生でした。来ればいいじゃん、パンチツインテール、リンゴヘア、ポニーテール、ストレート、どんな髪型でも対応できそう。対応できそう、あ、そっちが対応してください。頑張ってくださいね、頑張るよ。制服の目で SKE
SK4 になるのを期待してる。ちゃんとこうしますよ。3月号見送り出るから、さすがに、さすがにね、生誕祭じゃないでしょ。いつの間にそのチラシ作った。え、このチラシめっちゃ前からあるよ。めっちゃ前からあるんですけど。リーナさん、今日ちょっとさ、ヤンキーみたいな感じじゃん、わかる。なんていうの、清楚じゃないじゃん絶対に。だからちょっと性格もそっち寄りになっちゃってます。危ない危ない、服に憑依されてる。そこまで言われたら数年ぶりに3本振りますよ。あ、本当？数年ぶりに？俺のリーナだからね、それ振らないと当たり前じゃないですか。ありがとう、待ってます、振ってくれるの。高校生になったらボブ見れる。リーナさん、結局ロングが好き。結局ロングが好きです。結局ね、なんか、ロングは楽しめるじゃん。なんか中学生の間だったらさ、巻き髪もできないからさ、だからボブにしたいなって思ってたけど、ロングの巻き髪最強じゃん。だから高校生になったらちょっとロングいいなって思ってます。まあ、いつか見れると思います、ボブも。多分飽きると思うね。かわいい、ありがとう。あ、またチェキ同士と交換会したらよかったのに。まあ確かに、まあ、でもね、同期もどれぐらい頑張ってるかわからん。10期の一番顔、アンズ、原さん、リーナの中では迷っておる。まあそれはリーナじゃないですか。さあ、ありがとう。高校生になったらしたいこと書いてくれてよかった、ありがとう。ありがとうね、質問嬉しい、ありがたかったです、すごく。さあやさんは、余ったチェキキョッピーにあげる。いいな、リーナにも。リーナも待ってます。余ったチェキメルカリで売る。売るの本当。みんなメルカリ好きやな。なんかめちゃくちゃいろいろ聞かれたから、トーク会で答えなきゃ。トーク会になったら忘れてるやつ、書いてよ、紙とかに書いて持ってきてよ。絶対に持ってきて自分から答えてください。あ、またち規制タンク時にすれば、確かにそんなことできる。そんなことできますか。今日は何してたん。今日学校行ってましたよ、必死に勉強してました。次回の研究生公演、ツインテールかポニーテール。できないですよ、研究生はね、ストレートしかダメなんですよ。なんでできません。イエローマスターかな、ちょっと星になってる。イエローマスタードソースからスイートレモンソース、美味しそう。スイートレモンなの、めっちゃ美味しそうだね、それ。美味しそう、また食べたいですね。お腹空いてきちゃった。ビューティフル聞き返してみたけど、あれ三拍子、そう三拍子です、あれ癖になるよね、三拍子って。推し一人、スキメン4人、やばい、それやばいよ、それ DD です、ただの。それでリーナタン推しを名乗ってるのはダメですよ、好きがそんないたらダメですよ。私カレンタン一押しで、好きはいません、カレンタンしかいません。なんかさ、小学校とかでさ、好きな人いるのって聞いてさ、気になる人はいる、気になる人って好きな人だからって思ってます。私、気になると好きとか推しも一緒ですよ。カレンタンは私の夢だ、違いますよ。リーナの紹介投稿に頭を悩んで、今でも悩むが、5月以降の投稿になること。めちゃそんな悩んでくれてるんですか。ありがとうございます。ワンコロとワンリーナ、ぶっちゃけどっちが気になってますか、気に入ってますか。どっちも好き、どっちも好きです。すごく良くない質問ですよ、それは。ミキさんが考えてくださったワンリーナと、サヤさんとラベリンさんが考えてくださったワンコロ、どっちも私は好きですよ。
夏は冷やし中華始めました。あー確かに冷やし中華始めました。揚げ物トップ3は何ですか。全部好き。本当に決められない。竜田揚げが1位だけ分かります。私クリスマスだけ発音がネイティブ、クリスマス。あれなんか昨日11期のメンバーが夢の中に現れて圧を盛大に受けられた。いいじゃないですか、ご褒美ですよ。フローありがとう。昨日のモバメ最後見でしたが、どういうテンションでした。私のモバメちゃんと見てますか。私はあのこの前ねメールに、私の家族は言葉を要約してなんか要約して言うことがあるんですよみたいな話したじゃないですか。例えばおはようはおはで、了解はりでとかしたじゃないですか。私はおやすみはみって言うって書きましたよ。その大豆にそういうテンションです。おやすみはみって言うよって書いたからみって送っただけです。私は魚の麺、じゃあ焼き魚。変わんない、変わんない。投票したらタウンシンドローム直してくれませんか。直すって何ですか。タウンシンドロームはタウンシンドロームですよ。オリコンデイリーシングルランキング1位おめでとうね。おめでとう、すごい。本当にセブンのカレーパンのお腹になってきた。エリーナはジャガイモのお腹。一時期自分でお弁当作って会社に仕事に持って行った時、抹茶色すぎて見るだけでお腹いっぱいになってた。もったいないです。あでも2回食べれるからいいんじゃない。お腹いっぱいになって2回食べれる。リンゴポーズ、ハートじゃないからねこれ。オッケーイ。セブンのカレーパンってキョッピーサックも一時期ハマってた。ジュエキカレーパン好き多い。エリナね本当に最初からハマってます。ジュエキになった SK 入ってからコンビニ行くようになったんですけど、ずっとハマってます最初から。揚げ物ポーズ、揚げ物、これ食べる、美味しいって意味です。ワンコブシオコリーナ、とりあえず怒られるのが好きということで。紹介投稿用にとても素敵な笑顔のポーズ、とても素敵な笑顔。ちょっと待って、髪をねしまいたくなってきた。とても素敵な笑顔ですか。今ですか。なんかどうすんならちょっとさ、公演後のメイクした状態とかじゃないですか。めちゃくちゃメイクしてないんですけど。オッケーイ。チーズなのに苦い思い出、そうチーズなのに苦いんですよ。その時の状態に左右されやすい。そうなの？リナね、何回診断しても主人公ですよ。MBTI どっちがいい？I がいいんです。E が4です。4です。切り板の時は何でもいいんだけど、切り板って何？両手ハートポーズかな。ちょっとハートに星になってるから分かんないけど、多分そう。オッケーイ。バナナ猫に顔似てる。本当に、ね、似てる。いい意味でね、可愛いからね。ちなみにサイン会とかのやつは通常版なので。あそうなんだ、違うんだ。それはサインや手形の3枚セット、違うらしい。ボールありがとう。
アンズがよくやる目がなくなる表情わかる。え、わかるでしょ。なんていうの、なんかなんか酸っぱいみたいな。めっちゃ可愛いんですよあれ。なんて呼ばったらドキッとするの。え、別に特にドキッとしないけど呼び方にドキッととか悪いのはないけど、普通に呼び捨てがいいですよって私は。オンライン特典会は3枚セットだから5000ちょうと。あ、そうなんだ。親しい関係でもない女の子に対してお前なんて言う人なんて即通報でいいよまあまあまあ、まあ、別にいいです久ーちゃんに私も押してよって言われた。私も押してよ。私押されてないよリーナ。何時って呼ばれるのはいい。やだ、何それ今日おいっ子めいっ子の誕生日。おおめでとう、ちょめでとう、おめでとうございます。いいですね、ちゃんと祝ってあげてください。そういえばって思い出したみたいに言わないでくださいよ。朝からちゃんと分かってましたよね。北海道の花見はジンギスカンを食べる。え、そうなんだ、いいね。かなり前にアンズにお前さって言われたことがあったえ、それね、あのネタがあるんでちゃんと、なので別に大丈夫です。お前さっていうネタがあるんですよ。ネタだったら全然大丈夫。今日なんとなく怒りな多めなのはヤンキーだから。そうですね、多分余ったチェキ推しにプレゼント。えー、めちゃくちゃ邪魔じゃん。そんないらないでしょ。推しリーナのこと推してる人がいたらさ全然プレゼントするけどさ、違うじゃん、絶対いらないえ、ゆずぽさん余ったチェキ。えー、そうなんだ。学校の人に SK、 え、バレてるよ、そりゃバレるよめっちゃバレてる。すごい嫌だけどねリーナ。コンペイトありがとう。ではワンコロと呼ばせていただきます。ありがとう。どっちも好き DD ですかあだ名に DD なんてないですよ。春はあけぼのをもじったボケだと思う。何が春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際少し明かりて紫出したら雲の細くたなびきたるちょっと覚えてた。ヤンキーリーナが本当のリーナ違います。本当のリーナはこんにちは SK48 11期研究生のりーちゃんこと杉本りーなでございます。これが本当のりーなです今は、まあ、このなんだみたいな感じ今はねこんな感じです。あーみって書いてありましたね。泣いてごめんなさいしてるず。あ、してんの。ないない、本当に泣いてますお見送り何かお決まりのことしたいって思ったけど思いつかなかった。考えといてください。両手正解、あ、よかった200回とか300回とか。あ、そう、切り板って言うんだ。え、全然阻止だよ。アンズの目がなくなるやつおまんじゅう顔では、え、おまんじゅう顔っていうのかな、ちょっとわかんないけどめっちゃ可愛くないですか。押してもダメなら引いてみて。それさ、その押してもは、あの押すこっちでしょめいっ子、おいっ子さん、ちょっとね、読み方が分かんないんですけど、喜んでる。ありがとう、プレゼント買ってある。ああ、よかった、喜んでた。よかった。プレゼントちゃんと買ってたんですね。喜んでもらえるといいですね。ジンギスカンとジンジャエル。あ、ジンギスカンと、生姜だよね。生姜だよね。生姜ばっか。そんなリーナは嫌だ。まあ、本当はね、中に隠れてる、清掃リーナが。アディオス。春は揚げ物、あ、春は揚げ物、
あ、そういうことかけてたってこと。すごいじゃん。すごいじゃん。そなたって呼ばれるのと、あーなんかおーってなる。おーってなります。あ、そなた初めて呼ばれたってなりますね。式の時も思ったけどリーナの声はよく通るし聞きやすい。ありがとう、嬉しい。めいっ子か。あ、めいっ子だった。おめでとうございます、めいっ子さん。コンベタありがとう。セイさんの子アディオスと言わない。あ、言わない。あ、言わないか。え、なんかさ、なんか外国語でなかった、なんだ、おはようをさ敬語で言うと何、おはやうござござごぞ、おはやうございましゅう。こんな感じじゃない。こんな感じじゃないですか。清掃、清掃じゃないから。あ、ごきげんよう、それだ、ごきげんよう。皆さんこんにちは、皆さんごきげんよう。杉本リーナと申します。ごきげんうるわしゅう、ごきげんうるわしゅう、長い長いですね。そなた美しい。お、すごい、俳句みたい。カメラに向かってウィンク、ウィンクね、最近やってないんですよね。いくよ、うん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 、できてない、どう、うんうんうん、え、できてないですか。どう、ハートありがとう。清楚ポーズ、うんうんうん、え、これとか清楚っぽくない、うんうんうん、え、どう。ハートありがとう。子供にはお母様、え、ママって呼ばれたい。結婚式が来る時逮捕です。ごきげんよう、グッドモーニングでございます。皆さんこんにちは、グッドモーニングでございます。いい声してない、え、でしょう。でしょう。目にゴミ入った、ひどい、ウインク、ウインク。ひどすぎる、ウインクですよ。ゴミ入ったように見える。やだなやだな、声優もできそう、できそうでしょ、結構ね、できますよ。ごきげん、ごきげん、諸君、諸君、諸君は違うか、無理しない方がいい、頑張って頑張って、ウィンクしてさ、右目の方がうまい、結構良くないか、できてるくない。なんか悪いもの食べた、ひどい、なんでどう見てもウィンクでしょ。ウィンクリーちゃん可愛すぎてゆっくりした、でしょでしょ、できてるじゃん、両目できる、え、両目できる。できてるでしょ、私ですわ、あ、私ですわ。皆様ごきげんよう、私杉本リーナと申します。よろしゅうお願いするます。どう。どうですか、最初が一番良かった、もうみんなのせいで悪化したじゃないですか。もう力強いウィンク、やっぱね、ウィンクは一瞬なんですよ。一瞬ですよ。
ハロー、ハートありがとう。ウィンクするとエクボになってる。え、ここでエクボ出るよ普通に。目にゴミが入った時は一緒じゃん一緒じゃん。目にゴミ入った時一緒じゃないですか、ウィンクと。え、いいじゃん、目にゴミ入った時でもウィンクして惑わす、惑わす、紛らわす。え、どうどうですか、ハートありがとう。ウィンク可愛くて杉本ちゃんにドスッと恋に落ちそう。ドス恋じゃないですかそれ。公園で私清楚なのでって言ったらみんなからえーって言われる。え、でも案外十二期ちゃんには清楚って思われてそうじゃないですか。コンタクト入れるとき、え、わかんない、こうじゃないですか。え、目全然開かないのにな全然開かないですよ。困ったちゃんね、困ったちゃん。知ってるみんな、これ最近ね流行ってるんですよ。なんかいただきちゃんみたいな感じのやつが流行ってるんですよ。私も結構好きで見てよく見てます。なんかおっちょこちょいちょいちょいとか、ありがとうチューンみたいなやつが流行ってるんですよ。結構ねいいと思います。同じ木に清楚キャラ2人もいらない、いいじゃないですか。6人全員が清楚な時だってありますよ。外カホさんみたいに大人っぽく、皆さんごきげんよう、私杉本リーナと申します、よろしゅうお願いします。どう10期で自称清楚キャラが、清楚キャラが何人もいるひどい、ドイヒードイヒーですね、ドイヒー。急にそれやったらカエル化されるでも本当にカエル化人間すぎて無理なんです。そう、 MBTI にもね、主人公の MBTI の人はカエル化人間だよって書いてあって、まさにリーナだって思っちゃった自分で清楚と言うほど清楚感がない。あります、皆の者杉本リーナとお呼びなさい、だってお呼びなさい。ドイヒーは久しぶりに聞いたよえ、ドイヒーとかさ、ワイカ、カイワ、ワイカ、イワカ、イワ、ワイカ、ワイカみたいなあるじゃないですかおはよう、おはよう、チヨンおはようございます、おはよう、朝だよ。キャッチフレーズに清楚の入れましょう。いや絶対みんなでね否定されます、そこをなんとかって言われる絶対いや、ね、めっちゃ好きなの、そこをなんとかってめっちゃ良くないですかめっちゃ好き、なんか、え、あとさあれがあった、なんだっけ、そんなことないよみたいな、あれめっちゃ好きあれめっちゃ好きなんです、そんなことないよみたいなのめっちゃ好き。サインの裏のメッセージびっくりした、よく気づいたね、でしょ、気づいてますよ私、ちゃんと休んでくださいね、本当に休まないとワンコ節食らうんで気をつけてください。あ、もう終わるよ私、終わりますよ自分の車はマイカーマイカーですよ、マイカー、ハートありがとう。高校で初めての自己紹介だったよね。で高校では、はい、15歳中高校1年生の杉本リーナです。私の好きなお食べ物は1
竜田揚げ。二、ごま団子。三、かりんとうまんじゅうです。すごく高校生活頑張りたいと考えておりますので、ぜひともみんなのもの仲良くしてくださるととっても私が喜びます。いいじゃないですか。これいいじゃないですか。いいですよね。いい、あ、間違えた。あれ、いいですよね。無駄な手が。いいですよね。あれ、気づいちゃいましたか。まあ、借り行くからよろしくね。よろしくね。よろしくお願いします。配信終わったら夕食手巻き。え、いいな、美味しそう。いいね。マイキーのモノマネ。マイキーってなんだっけ。パーチン困ってんのに助けないやついる。え、あと何言ってたっけ。ダチやられてんのにひよってるやついる。いねえよな。なんだっけ。バルハラ、バルハラ、バルハラじゃないよね。バルハラその後だよね。なになに、いくぞー、おー。こんな感じじゃなかったですか。やばい、通り目見たくなってきた。見まーす。その自己紹介されたらこの子に近づくのやめたことなの。ひどい、みんな。あ、じゃあこれでやろう。高校1年生、15歳の杉本里奈です。あ、可愛い系でいくじゃん。15歳の杉本里奈です。好きな食べ物は、マカロンと、甘いものが大好きです。え、これ近づきます。え、これ近づきます。高校で中学生って自己紹介しないでね。それ危ないよね。頑張ります。リナの中の清楚、ゆっくり喋る。え、清楚ってゆっくりじゃないですか。何歳いけそうな声。え、本当、頑張ります。竜田揚げごま団子を食べるお嬢様。すごい上品に言っても色が濃いものばかり。本当にそうですよ。お嬢さんはセブンでカレーパンって買わない。くそ。生まれて30秒で最初に聞いた言葉は、3月2の公演でそんなことないよ。言うタイミングあるかな。どうだろう。メビウスか。メビウス潰しに行くぞ。お、意外にいける。え、いけるよね。それどうですか。ワンコ節していいかな。やめてください。清楚の食べ物思いつかないの、おもろい。ちょっとあんま思いつかなかった。ということで今日は配信終わりたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。今この配信のノリでいくのやだ。可愛い系でいきました。今ティーンズユニットの投票が昨日の12時から始まりました。本気で頑張りたいと思ってるので、ぜひ応援してくださると嬉しいです。お願いします。東海とかもね、会いに来れるので会いに来てくださるととっても嬉しいです。ということで今日は配信終わります。コメント読んだら終わります。またまとめはメールの方に書いておくので見てください。読みます。4月最初の公演で絶対中学3年生、ね、本当に言うと思います。はい。声優になる、なれるよね声優。ということで皆さん見ていただきありがとうございました。今日は配信終わりたいと思います。バイバーイ、またね。アディオス。